着いたぞ。ここがそのエイダさんの屋敷だ。そもそも僕はここに来ることを了承していないはずなのだが。まあそう言うな。こっちはお前の宿とかもろもろを提供するんだ。このくらい付き合えよ。確かにでかい家だな。ここファイブタウンズは数多くの資産家が移住した土地だからな。南北戦争のオールドマネーがなってるってわけだ。少しくらい分けてほしい。おおだけ、はい。おお、もう一回か。じゃあ、お違う。ほうほう、この辺は最後には鬱蒼とした森が広がっている。もしかしてこれも屋敷の一部なのだろうか。だとしたらとんでもない広さになるが、ない。天井は、おお、空。相変わらず空はよく晴れている。お、どこだ？どれを押せば次に進む？あ、いいね、このアドベンチャー感。あれ、マジでわかんねえ。パトカーか？あ、パトカーでした。おっと。パトカーは走り去っていった。パトカーがいるとか、中に危ないこととか、ないだろうな。さあ、それは中に入ってみないと何とも言えんが。不安になること言うな。で、入りましょうか。さて、じゃあ中に入るとするか。はい。あ、池田さん。池田さん、めっちゃ頼りにされてるな。よう、久しぶりだな。何か問題が起きたそうじゃないか。とりあえず中に入れてもらえないか。そうなんです、本当に大変なことが起きてしまって。どうぞ中にお入りください。ご案内します。これさ、最初にね、同人ゲームで声当ててお金がかかるって話をしてたんですけど、これ全部に声当たってんすかね。それはすぐにお嬢様をお呼びいたしますので、今しばらくお待ちくださいね。なんかこの部屋暑くない？そりゃお前がそんな格好をしてるからだろ。今何月だと思ってんだ。7月だぞ。見てるこっちまで暑くなってくる。それだけじゃなくても、この部屋ちょっと暑いと思う。ふむ、まあ確かに言われてみればそうかもな。だがエアコンはちゃんと動いているようだ。ひょっとすると直前まで外気を入れてたのかもしれん。何のために。あと、この部屋なんか塩素みたいな匂いもするし、ちょっと臭い。あるいは塩素の匂いを外に逃がすために窓を開けていたのかもな。どうやら少しずつだが状況が見えてきたようだぞ。どういうこと。そもそも池田はどんな仕事を受けてたんだ？うむ、実はここの館の主、ロイ・ヒギンズ氏の素行調査を依頼されていた娘のエイダさんからな。何でも最近になってロイ氏は何かにひどく怯えているようになったらしい。脅迫か、あるいは身辺の異常か、ともかくそれを探ってほしいというのが依頼の内容だ。その話がなんでこの部屋の状況と関係するんだ？正直まだ俺もその考えには確信がない。少しこの部屋の状況を調べてみようじゃないか。話はそれからだ。地球儀、時計の上にはスタンドライトと地球儀が乗っている。便箋があるが何かが書かれたものはないようだ。じゃあ絵、不気味な絵だ。正直言ってあまり趣味がいい絵とは思えない。本当に趣味が悪いな。この絵で部屋の感じが台無し。というか、この絵何なの？窓。屋敷の北側なので強い光は差し込んでない。差し込んでいないか。おそらくさっきまでこの窓を開けていたんだろう。外はかなり蒸しているようだ。
部屋本棚？本棚だが、今のところこの部屋の状況とは関わりがなさそうだ。え、シャンデリア。吊り下げ照明だな。太いケーブルが天井から伸びている。強度はかなりありそうだ。テーブル。ん？用だな。何が？ローテーブルの足と下に敷かれているカーペットのへこみがずれている。どうも最近誰かがこのテーブルを動かしたみたいだな。障子で動かしただけだろ。まあ確かにそうとも考えられるが。椅子、椅子はないね。他は綺麗に整頓されているのに、この椅子だけ妙に適当に置かれているな。そうか。別に普通だろ。これぐらい。大雑把なお前の感覚を基準に考えるなよ。ムカつく。あとは違う絵もやってみようか。風景写真やポートレートのようだが、この部屋の状況には関係ないな。うん、手紙。特に目につくものはない。お、どこだ？もう一回テーブルか？あった。よく見ると、わずかにシミの跡があるな。塩素の匂いはこのカーペットから漂っているらしい。もう一回。少しずつだが分かってきたようだぞ。お、違うの、カーペットかじゃん。あ、違う。え、どれ？もう一回言え？ああ。本だな。あれ？もう一回テーブルじゃん。椅子？お、なんだ？もう一回テーブル？やっぱそうだね。どうやら俺の推測は正しかったようだな。首吊りか？どういうこと？お前、自分で天才天才と言いふらしているくせに妙なところで抜けてるんだな。この状況から導き出される答えがわからんのか。むかつく。塩素臭いのと、机がずれてるのと、照明が何の関係があるんだよ。いいだろう。なら説明してやる。この現場の状況から導き出される答えは、あ、ここでセーブですね。こんなんでセーブしたら足りるのか？1ページに6で9個あるから54個セーブできるね。首吊り自殺だ。首吊り自殺だろうな。この状況の全ては確かに首吊り自殺を示唆している。この場所にいたある人物は机を動かした後、そこに椅子を置き、天井の照明にロープをかけて首を吊った。おそらくこの塩素の匂いは死体から漏れ出した汚物を処理した際のものだろう。俺たちが来る直前までこの匂いを逃がすために窓が開けられていたんだ。首吊り自殺？ねねこが探偵役じゃないんだね、俺。なんでそんな縁起悪い場所に僕たちを連れ込んだりしたんだ。非常識すぎる。おそらく それにこそ意味がある。わざわざこの場所に俺たちを招き入れたのは、この場所に何か探ってほしいものがあるからだ。問題はそれが何なのかだが、なんか気持ち悪くなってきたんで、外に出ていいかな。失礼します。ああ、エイダさんか。あ、コミショウのねねこは毎度のごとく俺の後ろへ引っ込んでいった。すいません、お忙しい時にお呼び立てして。ああ、いえ、お気になさらず。エイダさんの顔色は悪い。それにねねこの珍妙な姿を見ても反応してないところを見ると、相当に憔悴しきっているらしい。それと聞き耳を立てるつもりはなかったんですが。ああ、これは失敬。先ほどの会話を耳にされたというわけですね。すいません、随分と失礼な話をしてしまって。いえ、池田さんの推測した通りです。確かに父はこの場所で首を吊って死んでいました。状況から見て間違いなく自殺だという話です。ご心中お察しします。エイダさん、一応の確認ですが、あの調査を続ける考えに変わりはありませんか？ロイ氏が亡くなった以上、調査を続ける意味合いは薄れてしまったわけですが。ええ、
お願いします、池田さん。私は父が怯えていたその理由、そして父を自殺へと追いやったその何かを知りたいのです。たとえ不都合な事実があったとしても、その答えを知りたいんです。わかりました。それでは調査を続行しましょう。おそらく父は誰かに脅迫されていたんだと思います。その証拠があるとしたら、それはきっとこの書斎の中にあるはずです。父が何かを隠すとしたら、この場所しか考えられないですから。なるほど、この書斎の中に証拠が隠されている。どうやら予想通り、お前の能力が必要になったようだぞ、ねねこ。いきなり何言ってんだ。俺は内ポケットの中から封筒を取り出す。そしてその中にある大量の写真を机の上に広げた。こいつは以前俺がエイダさんの許可を得てこの書斎の中を写したものだ。つまりこれはロイ氏が自殺する前の写真ということになる。これをすべて頭の中に入れろ。なんで僕がそんなことを。まあ一応は見るけど。ねねこはしぶしぶ写真に目を通し始めた。池田さん、それと少し気になることが。何ですか？いえ、どんな些細なことでも構いませんよ。こういう時にはそういったことこそが役に立つんです。数日前のことなんですが、この書斎でまどろんでいた父がひどくうなされていたのを見たんです。よくは聞き取れませんでしたが、何か上事のようなことをつぶやいているようでした。上事？内臓に気をつけろ、確かそんなことを言っていたと思います。内臓、その言葉がエイダさんに向けられたものだった可能性は？いえ、それは私に対する口調とも違うようでした。どこか人を見下したような恐ろしげな口調で、普段の父の様子とあまりにも違うため記憶に残っていたんです。ふむ、内臓に気をつけろか、どういう意味だろう。あら、写真終わった。ねねこかわいいな。お、さすがに早いな。じゃあねねこ、仕事だ。写真とこの書斎を比べて変化しているところを見つけ出してくれ。変化してるところ、そこに何かがあるのか。エイダさんの言う通り、ロイ氏はこの書斎の中に何かを隠している可能性が高い。脅迫状、あるいは遺書のようなものが見つかるかもしれない。そんなもの見つからないと思うけどな。あとめんどくさい。ねねこは文句を垂れながらも書斎の中を探り始めた。彼女は一体何を。まあ見ててください。これはこいつの特技の一つでしたね。一度見たものは完全に記憶することができるんですよ。完全記憶ですか。ええ、その能力を使って写真の画像を再構築し、部屋の中で変化したわずかな点を見つけ出すっていう寸法です。変なプレッシャーかけないでほしいな。じゃあ池田が気になるとことか言ってよ。そしたら僕が答えるから。あ、ここでまたやると。まあ机の上からかな。机の上に何か変化はないか。この地球儀、前はアメリカ大陸が正面に来てたのに、今だと太平洋が前になってる。太平洋が前にね、何かの意味があるのだろうか。多分ちょっと動かしちゃっただけだろ。うん。机の上の便箋が一枚破られてる。あと
ペンが動いてる。何かメモを残したということか。だがそれらしいものは見当たらないな。うん、机の上はこの椅子は、じゃあさすがに椅子が動かされているのは俺でもわかる。何かが隠されている様子もないようだ。ということは本棚、この本棚はどうだ。物を隠すにはうってつけの場所だと思うが。あ、おかしいところはないと思うけど。ないって絵だな、絵。それでこの絵だが、別に動いたりはしてないと思う。でも何度見ても気味が悪い絵だな。おいおい、エイダさんの前で失礼だろう。いえ、私もこの絵はあまり好きではないので。この絵はいつ頃からあるんです？私が物心ついた時にはすでにあった気がします。絵の由来については詳しく知りません。うむ、なるほど。しかしそもそもこの絵は何なんだろうな。骸骨のマリアが死んだ子供を抱いている絵か。右の方にいるこの蛇みたいなものは何だ？ダルマザメ。ん？なんだって？だから、ダルマザメだってば。ツノザメ目、鎧ザメか。学名、アイシスティクス・ブラジリエンシス。鋭い歯で、くり抜くように肉を食べる。気持ち悪い深海魚。ダルマザメか。なんでそんな奇妙なモチーフを絵にしたんだろうな。終わりか。他は？この写真は。動かされたような感じはないな。1ミリも動いてないと思う。ハズレか。あとじゃあもう本命のテーブル？机やカーペットに関しては？そりゃほとんど動かされてるみたいだけど。ふむ、カーペットの下にも異常はないな。ここではないようだ。あとはシャンデリアか。この照明はどうだ？照明？そりゃ少し歪んでるけど、首とかつったんだからそのくらい歪むのは普通だと思う。まあそりゃそうか。さすがにこの照明には何も隠されていないようだな。あと窓ぐらいか。この窓におかしな点はないか。別に、おかしいところはないと思う。カーテンが動いてるけど、大したことじゃないし。確かに何かが隠されている様子はないな。もう地球儀でしょ。他にはおかしなとこはないってば。ないってねえって言われちゃった。じゃあもう一回本だな。なんか少し気になるけど、多分何もないと思う。椅子、ペン立て、紙。他にはおかしなとこはないってば。もう一回か。よく見るとサメとドクロの間に白い三角形が描かれているな。描かれているな。三角形。フリーメイソン。さすがにそれは関係ないだろう。しかし三角形ね、山のようにも見えるな。いや、山というよりも島か。なあ、この絵にはおかしいところはないんだし、他のものを探ったら。まあ確かにそうだな。絵もないの。え？あ、終わった。あ、ん？どうした？今気づいたけど、この本棚の上の方、シェイクスピア全集の4巻目が3ミリずれてる。俺はネネコの指さした本に視線を向ける。
以前撮った写真と見比べてみるが、その違いはわからない。他の門は理解できたが、この本動いてるか？俺には全く同じようにしか見えんが。笑い方。この程度の違いもわからないなんて無能だな。やべえな、面白いな。無能池だ。ムカつくやつだな。超天才の僕にかかればこの程度あざみしまえ。だが残念ながら無能池田ではこの些細な変化を見つけ出すことは到底できなかっただろうな。無能だからな。そんな無能で生きづらくない。50円やろうか。いきなり哀れむな。オタクはいいからさっさとその本を取れよ。仕方ないな。手が届かない。俺が取ってやるよ。俺はシェイクスピア全集の4巻を手に取る。だがなぜかその本は謎の力によって吸い寄せられるかのようにネノコの頭に落ちてしまった。なんてこった。全くの不可抗力だ。うや、あ、すまん、手が滑った。わざとだ、絶対わざとだ。頭にタンコムできた。身長が7ミリ縮んだ。バカ、死ね。訴状も辞さない。ん、本の中から何かが落ちたみたいだぞ。これは封筒と便箋か。どうやら足りぬようだ。こいつはロイ氏の遺言状だ。どうやら私はあの忌まわしき悪魔から逃れることができないようだ。いや、その元凶が私の罪であることは明らかだ。私は決して許されないことをあの地白流す島で行ったのだ。あるいは私もあの光景さえ見なければこのような罪の意識に苦しめられることもなかったのかもしれない。だがもはやそれは不可能だ。あれを見てしまった以上、私は白流す島の悪魔そのものなのだ。だがいいだ、信じてくれ。私は私の中の正義に従い行動した。その行為には後悔はあるが、その結果に対しては決して後悔はない。先立つ私を許してくれ。ロイ・ビギンズ、7月23日、シルス。署名と日付から考えて、これはロイ氏の遺言状に違いない。だが、白流す島か、聞いたこともない島だな。それに奇妙だ。白流すクジラの英名は、ブルーホエール。学名は、バリーノプテラ・ムスクルス。その両方でもなく、和名の、白流すだなんて確かに妙だな。ふむ、もう一つの封筒の方はどうだ。こっちは脅迫状の類なんだろうか。背景、ロイ・ビギンズ氏。例の件で重大なる懸念が発生。航空チケットおよびウナラスカからの船を手配。諸経費として1万ドルの小切手を同封。何らかの事情で本人の来訪が不可能の場合、代理人か、その場合肉親など絶対に信用のおける人物であること必須。スケジュールに関しては別紙に記載、機密厳守。来訪不能の場合、重大なる結果を招く恐れあり、詳細は白流す島にて。至急来られたし。白流す島当主ダン・レイモンド。手紙はワープロ打ちの下に署名があるだけの簡易なものだ。内容も箇条書き程度で必要最小限のことしか書かれていない。封筒にはこの手紙のほか航空チケット、そして1万ドルの小切手が同封されていた。妙だ、確かにこいつは妙だ。まさか脅迫状じゃなく招待状とはな。だがどうやらこの手紙がロイ氏を自殺に追いやったことは間違いないようだ。確かに
変な手紙だな。諸経費で1万ドルとは実に気前のいい話だが、それだけに不気味だ。例の件で重大なる懸念か。おそらくこれがロイ氏の自殺の引き金だろう。触れるのも嫌になる過去、保身に関わる金、あるいは。俺はこの場にエイダさんがいることを思い出し、その言葉を途中で止めた。小さく咳払いをしてごまかした後、手紙をエイダさんへと渡す。少々質問する必要がありそうだ。セーブ。まあ、人物かだな。エイダさん、このダン・レイモンドという人物に心当たりは？いえ、ありません。もしかすると、レイモンドという方は父の友人なのかもしれませんが、思い返してみてもその名前は聞いたことがないように思います。なるほど、秘密の知り合いといったところか。まあ出てくるんだね。もう一個、シロナガス島という名の島は知っていますか？いえ、シロナガス島という名前は聞いたことがないと思います。変わっている名前ですし、聞いていれば覚えていると思うのですが。なるほど。確か手紙の中に名前のあったウナラスカはアリューシャン列島にある島のはず。あるいはシロナガス島もその近くにあるのだろうか。終わりじゃねえかよ。もう一回聞くか。ダン・レイモンドという方に関してはそれ以上のことは知りません。こっちか。アリューシャン地方に何か心当たりは？例えば過去にロイ氏が出かけたことがあるとか。アリューシャンに近い場所といえば、そうですね、アラスカのアンカレッジあたりになら時折趣味の釣りをしに出かけたこともありましたが。アンカレッジに行くとなるとかなりの長期休みなんでしょうね。ええ、 2,3 週間は留守にしていました。うむ、釣りと偽りその島に向かった可能性はありそうだな。あ、どうかしましたか？ああ、いえ、これは私が幼かった頃なので定かではないのですが、昔とても物寂しい島に連れて行かれた記憶があるんです。もしかしてその島がシロナガス島なんでしょうか？エイダさんがその島に？なるほど、確かにそれは気になる情報ですね。シロナガス島か。その時俺は不意にあの地球儀のことを思い出した。動かされていた地球儀、おそらくあれは太平洋ではなくアリューシャン列島を示していたのだろう。きっとそのどこかにシロナガス島はある。あの不気味な絵画もそのシロナガス島を示していたのではないだろうか。そこに何かがある。そしてそれは一人の富豪を自殺に追い込むほどのおぞましい何かだ。ん？あれ？なんだ？どうした？さっきの本の中にまだ何か入ってるみたいだけど、貼り付いてる。貼り付けられてる。これはIC チップ付きのカードか。クレジットカードの類ではなさそうだな。隔離区画レベル2。隔離とはあまり穏やかな感じじゃないな。何のカードだろう。ビデオ屋の会員証。なわけあるか。エイダさん、すいませんがこのカードを借りてもいいでしょうか。少し気にかかるんです。あ、はい、大丈夫です、お願いします。隔離区画レベル2のカードを手に入れた。あの、これはぶしつけなお願いになるのですが、池田さん、その島に行って父の真実を確かめていただけませんか？その1万ドルはそのまま経費としてお渡しします。お願いです。私はその真実を知らないといけない、そんな気がするんです。いや、しかしそれは難しいですね。
依頼を受けたいのは山々なんですが、この島に行くとなるとロイ氏の信用のおける人物を装う必要が生じます。果たしてアジア系の顔立ちである私が信用されるかどうか。おそらくは信用されず歓迎もされないでしょう。信用がおける人物、例えばロイ氏の親族を装うのならば白人男性である方が適任かと思われます。ちょうど私の知り合いに白人の腕利きの男がいます。その男を紹介しますよ。いえ、でもできれば私は池田さんにお願いしたいのですが。ここまでお願いされてるんだから依頼受けたら。どうせ暇だろ。やかましい。俺もどうにか手がないか方法を考えているところだ。でしたらこういうのはどうでしょう。私が池田さんの妻になるというのは。ふむ、それはエイダさんの夫を装うということでしょうか。ええ、そうです。私は病弱で、あまり社交界にも顔を出さないので、池田さんが夫を装っても、そこまで疑われることはないと思います。私と一緒に写った写真でも見せれば、多分大丈夫でしょう。それでいかがでしょうか。なるほど。確かに可能かもしれない。信用されるかどうかは未知数ではあるが、赤の他人よりはマシだろう。そこまでの提案を引き出されて、引き下がる道理はないか。ちょっと待て。池田がその島に行った場合、僕はどうなるんだ。留守番に決まってるだろう。留守番？池田の周りにいる奴らとか、みんなおかしな奴ばかりじゃないか。そんな連中に囲まれて留守番なんて寒気がする。まるで自分はおかしな奴じゃないかのような言い草だな。やっぱりなし。行くのはやめた方がいいと思う。悪いな。俺の意思はもう固まったんだ。池田さん、では。ただ一つ条件があります。私が戻るまでロイ氏の死は公にしないでください。それが露呈すればどうやっても信用されないでしょうから。わかりました。約束します。では、行きましょう。その白流す塔へ。ダメ。言い方かわいい。ダメなのに。言い方がかわいすぎだろう。